何がしたいの？え、物理と生物って何が違う？別にさ、生物好きな感じやけど、生物のことは別に話しなかったやん。でもなんか解剖の話くまち、ヒント顔で顔で顔で、うん、あ、じゃちょっと聞いて、ありがとう。何のヒントあれかな、なんかの生物のマネか、ミジンコとか。何の顔それ？ミジンコのマネそれ。分からへん。え、なんかやってみて。生物理だったら、物理だったらでしょ。なんだろう、待って待って、そんなん聞いたら答え分かっちゃうよ。そうだよ。ね、でも答えでいいんじゃない？もう答えいこうよ。だって、じゃあちょっとさ、じゃあいくで。あ、じゃあみんなどうする？じゃあみんなでさ、数学にしよう、数学。そう、オッケー。じゃあいくで、いっせーので。3番。あ、皆さんの答えも聞きます？みんなの答えは、あ、3番3番だ。お、お、どういうことは？じゃあ、え、待って、こうやってってなんだ。すぐドゥル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 。答えはじゃん。残念。ごめんなさい。私は2番の生物基礎学が好きです。惜しい。責任を背負わないで。そう、生物が好きなの。でも超おもんない企画、あの、あれですね、あの、だって視聴者さんもメンバーも同じ答えやから。何やってんの。結局おもんない結果になってしまった。私高校で生物専攻してて、うん、生物で90点未満取ったことないんですよ。うーん、はい、もしでも90点、でもなんかな、因数分解大好きとか言ってたから。因数分解は大好き。え、こう近所から迷惑マシーンって言われますかね。あの、まだお昼なんで大丈夫です。大丈夫ですか？夜はやばいんですけど。あ、大丈夫らしいです。今は大丈夫です。運営が今は大丈夫だけど、ちょっとだけ控えめにしたいと思います。それでどっちも同じ答えで、ちょっとどっちも間違えたということで。気になる生物の、例えば何がこれだとか。え、生物、私はあれが好きだったんですよ。あのクローンを、小さい時の一番最初の夢が、あの、人間のクローンを作るっていうのが夢で。生物なの？そうそう、生物なの。遺伝子とか。あった。で、DNA 系。そう。で、でも法律でアートなのでアイドル目指しました。頭いいね。だからそのクローンが、この DNA が好きらしいです。 DNA クローン。じゃあ次こそ、あのファンの方とこっちのどっちが知ってるのか2問目に行きたいと思います。うわー、はい、やったー。あ、待って、クマチー、クマついて。おい、いいの？おいしそう。え、ありがとう。食べながら配信してもいいんですか？かわいい。グッジョブってことで。ドーナツ。あ、お、かわいい。はい、それでは第2問に行きたいと思います。第2問、トゥルン、トゥルン。透明人間になったら何がしたい？お、何がしたいって書いてある？2、なんだ、イカスミ、スミ汁、墨汁、墨汁か、墨汁かな。墨汁を顔だけにつけて、うん、逆顔しなみたいにする。顔なしな、顔なし、顔なしみたいにする。2、透明になりたくない。うん、うん、3、友達の家に侵入して人を観察する。いや、だいぶやばいやつ。でもこれは3番じゃない？え、透明になりたくないで、多分ひねくれてるから。ちょっと、いやいやいや、食べてもいいな。あ、いいよ。待てっけど、なんかそんな話したような。で、みんなで一緒にいただきますよ。あ、そうだね。あ、とにかく先にいただきます。せーので、いただきます。いただきます。美味しそう、やばい、マジで美味しそう。え、けどなんかちょっと聞いたような覚えあんねんけど。本当に？うん。え、ね、美味しいモールド。あい、愛は3番な気がする。ゆうも3番な気がする。え、ボードカメラの近くで。え、絶対3番言うやん。うん、なんだよ。なんもないけど。美味しいなって。うん、これなんだった。うわー、チョコだ。チョコ、マジ。うわー、皆さんも投票してみてください。お願いします。うまー。あ、ケーキはザ・ショートケーキです。味は、うんうん、幸せ。だね。いや、戻れる設定ですよ、透明人間になって。1日だけ透明人間です。1日だけ？うん。
分かった。多分クマチは透明になりたくないって言うと思います。いや絶対3番。いや絶対どうすんねん。え、なんで3番何これ。え、いや絶対言うって。いや絶対透明人間になりたくないですこれ、クマチはね。ね、クマチね。ん、投票してる今。ヒント、ヒントちょうだい。欲しい、わかんないよ、わかんない。まずヒントがむずいやろ。ヒント顔で表してよ。やだよ。なんでだよ。な、透明になりたくないと思うよ、くまちは。え、でも3番だと思う。うん、私は確かに。でもひね、あのひねくれてるとかも関係なしに、もうこれしかない。え、うっそ、これはもうみんなやりたいよねみたいなことが。あ、やりたいだって。な、違うわ。え、じゃあ一番だよ。だらこれ一番だな、これ。でも顔なしになりたいと思う。え、さすがに思わないやろ。思わないでしょ。いやでもちいちゃんだよ。え、あ、今三番の気が。確かに。じゃあ一番だと思う人。ね、はい。うわ、二対二か。どうするんよ、じゃんけんしようじゃ。最初はグー。じゃんけん。なんでじゃんけん。なんじゃんけん。じゃあ。1番で。あ、そういうこと。うん、皆さんも投票できましたでしょうか。どう、あ、投票中だ。あ、でもなんか好きって言ってたって、前に。人を観察するのも好きみたいな。でも決めちゃったからね。え、こっちとら決めちゃったから。じゃあ締め切りますと。うん、はい、締め切ります。締め切るよ。おっと、3が、え、3が多い。おけどこっちは私たちは1番、ファンの方は3番。果たして結果は何なんでしょうか。じゃが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 じゃ、じゃん、3番でーす。3番でしょ。な、ね、でも、ね、でもそれで言うとメンバーの2人は思ってたから、うんうん、メンバーの2人はクモイチのことしてたってことで、一緒に、あれ一緒の部屋なのにな。あれ2番じゃないの。2番じゃないよ。ひめぐれすぎやろ。ほんとにむずいよ。ごめんなけど、あの透明人間だ、うん、あ、くまき、くまき難しい。友達の家に入って何したいん。え、友達の部屋入って、え、部屋っていうか一緒に、うん、家入ってこしょばして。怖い、怖いよそれ。髪の毛ファンもったいなくね。え、髪の毛ファンとか言って。あ、そんなんやってたら友達リアクションがいいから、あー、みたいな顔してくれるのが楽しみかな。うん、え、みんなやりたくない。やりたいかもでしょ。みんなやりたいなと思ったんだよ。人んちの冷蔵庫の食べ物全部食べて帰りたい。最悪。電車に無断賃、あの、無断で乗りたい。無断賃金、人間だって。無断賃金、無断賃金、無断賃金、無賃乗車ね。分からんけど無賃乗車ね。無賃乗車、うん、したいです。ダメです、みんな犯罪です。飽きまへん。コンビニの お菓子とか食べたい。あー、最悪。やりたい。じゃあここでメンバーまた外れてしまったということで、3問目に行きたいと思います。これなんか当たったらなんかあるんですか。あ、なんもないみたいな。なんかあるらしいです。じゃあ3問目お願いします、さきなちゃん。くまちの座右の銘は。おお、ちょっと気になる。1、やればできる子。お、2、死ぬこと以外はかすりリズ。はい、努力は必ず報われる。絶対に3。うん、絶対に3。はい、もう絶対に、絶対に3。絶対に3でどう思う。やればできる。ああ、でもさっき外れてるからな。もう、うん、もうね、もう全部外れてるから。これは3でしょ絶対。いや3だと思う。だってくまちゃん努力してるイメージ。うん、わかる。そう、努力家ってイメージだから。私これこの前言ったことあるんですよ。うん、そう、聞いたことある。メンバーの前で言ったことあるんですけど、みんな忘れてるかもしれない。え、やればできるだなら分かったかも。何、2番かもしれない。あれな、なんか全部言ってそう。え、もう全部じゃん。じゃあなんか言ってそう。死なないから平気みたいな。なんか言う、なんか、なんか、すごいですね。白米でもなんでも死ななければいいっていう。死なないから、死ななければ平気。緊張してたりしても死なない。っていうことは2番です。2番だね。今ちいちゃんが最大のヒントをくれた。何？じゃあ普通にあの三、絶対3って言ったのに言ったことあんのにってことは違うやん。ちなみに部活でめっちゃ言ってたな。この分かんない、なんかクッキー記事みたいな。部活で言ってたら1と3だって。でもさ、部活で最近の流行語はこれによってるけど、さあどれでしょうかな。じゃあもう全部全部じゃん。全部だ、全部やん。え、私は1、あの、何、
人生かけてこれって決めてるのが1個あるんだね、うん、全部だけど、うん、はい、じゃあ最終的にメンバーは絶対見えなかったじゃあさきらちゃん何がいい？死ぬこと以外は勝ちできず、待って、もう一回見して。え、6つやればできるわ。違う、さんちゃんさっき食べたもんね。うん、多分やればできる。あれ、あれ一番はないってさっき言ったばかなんやけど、やればできる。やればできる派じゃないやん。なんかやるまでできるって感じ。できるまでやるまであ、確かにできるまでやる。やればできるはなんかしっくりこやんわ。いや、あ、分かる。だったら3番だ。え、3か2。いや、3。じゃあ3で、うん、じゃあメンバーは3で、皆さんも投票お願いします。イエーイ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、締め切ります。ドゥルドゥル。あ、3が多かった。3番だよね。じゃあメンバーも3、ファンもな、ファンの方も3。果たして結果は合ってるのでしょうか。お願いします。バンバンバン。2番の死ぬこと以外はかすり傷です。よく言ってるじゃん。難しいよ。そんな言ってないよ。泣きたい、泣きたいな。難しいよ、くまち。あいちゃんね、死なないから大丈夫だよ。え、待って、わかった。これくまち嘘ついてる。嘘ついてないよ。人狼だ。なんで？おいおい、なんで？え、だ、え、じゃあなんか面白みをあれようとして、本当はこれやけど別に嘘つけるやん。ちょっと待って。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。え、マジで？本当に。でも思うやんな、努力すれば必ず報われるって。だけど、なんかさ、部活人間やんだって。そうなの？思いませんよ。努力は必ず、違う、報われるまで努力するのがこっちだから。だから努力は必ず報われるやん。報われないよ。でも私は、あの、私は、あの、そう、だから死ぬこと言うわ。あ、でも全部、まあ言わないこともないかな。うん、言ってるね。2番なんや。ファンの方残念ですね。一緒に外れちゃいました。みんな知らなさすぎだよ。うん、おい、しかも、まあ、料理するんだ。絶対いちかさんって言ってたじゃん、みんな。うん、いちかさん。いや、ちょっと私が一番キマジットだよ。そうですね、悲しい。え、まだ問題あります？あ、まだ、あともう一問あります。あともう一問絶対に当てましょう。コメント読んで。だって超読んじゃった。遊びに来たよ。みんなくまちに食われる。くまち人狼疑惑。生きてるだけで丸儲けやね。だって丸儲け、生きてて偉い。え、カルルッチは今全問正解してる。お、すごい。え、すごいやん。さすが。素晴らしい。バンブー、クマチーは何でもできる。バンブー。すごいな。これ書いたの誰？めっちゃ字綺麗。あれです。マネージャーさんです。マネージャーさん。大好きな大好きなマネージャーさん。チキ取ってくれるマネージャーさんの一人。言い過ぎ。言い過ぎ。ほらほら。言い過ぎた。スポーツマンだから絶対に3だよねって思いますよね、そうやって。本当に。見せ。いいよいいよ、後でね。うん、じゃあ話すわ。うん、話して。うん、ただ働きやなって。無断、あ、無断賃金はただ働きやって最悪やん。あ、そういうこと。超最悪やん。うーん、能力の無駄遣いだわって。いや、本当に友達見に行ってね。なんか、あ、それしか選択肢ない。ロッカーズだ。アイスクリームペロペロありがとう。あ、ルカスさん。ルカス、いよいよ楽しいって何ですか。ありがとうございます。楽しいですよ。アイタン完食。完食しちゃった。ユウも。クマチ、あと完食しちゃった。あと、クマ。うわー、やばいよ。クマチは大きい。クマチのイは小さいイだそうです。本人版。そうです。おい、大きいイだよ。嘘、大きいイって書いてる。あ、綺麗なマネージャーさんですね。本当に綺麗なマネージャーさんです。あ、でも綺麗っていうかめっちゃ可愛いよりです。そうよ、すごく綺麗で優しいわ。え、ショートヘアの背の低い女性の方だけど、どっちもだな。ど、そう、どっちもね。うん、あの、どっちもショートカットで背が低い方なんです。あ、けど髪の色が違うよ。うん、白黒と金みたいな、うん、あ、金じゃないわ。茶色だ。黒髪のショートと髪の毛の色変わってる。ほんまや。ショートの
マネージャーさんです。俺です。はい、では最後の問題頑張りましょう皆さん。はい、第3問目でいきます。もうあ、はい、お願いします。明日世界が終わるとしたら、じゃあ面白い1、ドラマのネタバレを見る。2、ロケットに乗って地球退出。脱出か。いや、退出って書いてあるよ。退出。退出、すごい。3、家族と美味しいものを食べる。2か3。絶対1。あれ私でも絶対1かもしれない。絶対1だよね。絶対ドラマのネタバレ、うん、世界終わるのにドラマ、ね、そんなマジでドラマのネタバレとかっていいのかな。えけどクムチ食べるの好きだしさ。何言ってんの。えロケットとか言いそうじゃない、うん、ドラマのネタバレだな。だって信じない。だって何をしてってどこに行ってもドラマ見てるよ、ちいちゃん。あーえ、なんだクムチ、おクムチ食べてる。寝ながらさ、ドラマ見てるよ。硬そう。硬そう。やばい、あと10分なのに。ちょっと待って、2人で分けな。ちょっと、それ負けられる。結構つけていい？いいよ。やった、これピヨピヨしたいんだよね。ピヨピヨしたいんだよね。ピヨピヨしたいんだよね。いいの？やったー。皆さんも投票してみてください。もう一回読みますね。明日世界が終わるとしたら、1、ドラマのネタバレを見る。2、ロケットに乗って地球を退出。そして3、家族と美味しいものを食べる。好きよ。はい。これ食べていい味してる？え、どう？アイザどう思う？はい、うん、クマチ食べていいよ。2番やんな、うん、だってクマチ死ぬ気なさそう。え、多分わかる、うん、え、これは3だと思う。うわー、もう全員バラバラやん。マジか。A も2やと思う。え、みんな1とか言ってる。え、やっぱドラマ多そう。私これ配信で1回言ったことあります。え、じゃあもうかかってますよ。ファンの人有利だね。何のドラマを見るんだろう。だって全部、うん、結構さ、きなちゃん曰く寝る時も電車の時もどこでもどこでもドラマ見てるので。あいちゃんにみんなで好きしてる。だってこんばんは、さらちゃんさん。こんばんは、つびつばさん。くまちーさんの好きなドラマ知りたい。だってさいさんが、え、今シーズン一番おすすめはあなたが、えだよね、あなたが好きなのかな。わかんない、それちーちゃんに言われてみる。初めて言っていいやつ言っても大丈夫です。え、でもマジでどの曲のどのドラマも今シーズンはめっちゃ面白い。恋愛系ではなさそう。なんかえサスペンス、え、警察系好きそう。ドロドロ恋愛系か。私あの医療系も好き。朝ドラも好き。全部好き。マジ好き。あ、じゃあそういうのって一番ネタバレ気になるから、うん、やっとしたら一番かも。でも確かに話せ。ロケットに乗ってとか言ってそう。ごめん、気持ち悪いの。うん、大丈夫、クムチの全部食べれる。あ、じゃあ、うん、ユウは一番に変えます。おっとおっと、一番、一番、二番、三番。でもロケットとか言ってそう。うん、三。やい、二。いや、わかる。なんか脱出でしょって言ってたから。巻き橋かみたいな。 あ、これ牧場だ、牧場。そこか。あ、教授。ん、教場、うん、教場だしか見ない。あ、教場いいね。教場面白いってなんか話題だった。今度マイヤン出ますよ。くまちおめでとうだって。あ、待って、ありがとう。待って、落ちた。なるほど。めっちゃ落ちるの。どうする、みんなまとめよう。うん、私は絶対に3。絶対に3、うん、絶対に3。逆にくまちやとしたらおもんない回答じゃない。いや、あのね、2個ひねくれるやん。いやでも言っていい、もうこれで3じゃなかったら人間じゃない。これは高校の時から言ってるから。あの高校、もう高校生やけど、もうずっと。これは普通の人間が言うやつ。普通の人間やつ。おいおい。え、分からんねんけど。いや、くまち絶対3じゃないって。え、ならね、分かった、ね、分かった、分かった。みんなが明日地球が終わるとしたら、あ、世界だった、世界が終わるとしたら何するか言ってこいよ。何する、え、何する、世界じゃない、する。いや、もう本当に日常に縛られたい。あ、小学校のところの私、はい、山の上に行って登山して一回夜景見て、でそこから飛び降りる。ああ、先に死んじゃうタイプ。先に死んじゃうタイプ。怖いよ。あいは？あいはね、銀行のお金全部使って、うん、あの食べ物買って、服買って、化粧して、
綺麗に死ぬ。なるほど。なんで笑ってんだよ。いいね、うん、いいね。そうだよ。ゆうゆうは？え、いつわかるん？世界が終わるって。朝？で夜に死ぬん？前日のもう零時違う。23時59分59秒。シミュレス。え、なんだなんだなんだ。1秒しか分からへん。で1秒死ぬ。シミュレス。1秒で死んで次の日1日みたいな。あー、なるほどね。じゃあ大切な人全員集めて、うん、そこであの食べ物パーティーするね。明日世界が終わるならピンポンダッシュしまくりたいだって、マジか。あ、分かった分かった。明日世界が終わるなら世界のみんなとの友達になる。あ、いいね。あいも、あいも、あいもそうしたい。小学生並みなるほど。で、何を、まあまあ、それな、ごめん、話そらしすぎた。それはこれ、クイズ終わってからやな。結局何、そうね。あ、じゃあ、まとめよう、まとめよう。じゃあ結局何、うん、じゃんけんしよう。じゃあ、1番と2番と3番、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、最初はグー、いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ、これ何じゃんけん。3番で。え、やだ。あ、1番あ、3番。3番で、うん、じゃあ、メンバーの答えは3番で。はい、皆さん投票完了したでしょうか。愛され、はい、では締め切ります。巻き巻き、はい、ファンの方の答えは、答えはドルルルルボーン。あ、3番。おお、まあ3番が多いね。待って、マジで。じゃあ変えよう。うん、じゃあ変えよう。さすがにひねくれてるね、みんなも。なんかあのバッグもひねくれてるね。うって、じゃあメンバーも3で、ファンの方も3で、はい、え、まあ確かに3な気がしてきた。うん、さすがに3か。確かにね、身内を大切にするもんな、くまちって。確かに、家族大事。じゃあファンの方も3、メンバーの方も3で、どっちも正解でお願いします。はい、バン。ああ、負けた負けた。えよ、まずいだろ。泣きたい。まずいだろ。ちょっとトイレ行ってきていい？やだ、泣きたいよ。嘘でも3って言え。泣きたいから、ちょっと貸して。くまちが一番大変だよね。泣きたいよ。やだ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 。ちょっと気まずいな。一番気まずいよ、こっちが。はい、正解は一番のドラマ。はい、じゃあ、はい、ここで、はい、わかった。もうわかった。気まずい、この音。もういい、もういい。一番気まずい。あ、なに？はい。なんだなんだ？特別問題。なんかマネージャーさんがすごく笑ってるんですけど、何がどうかわかんないけど。なんだろう、なんですかね。なんだ？で、あ、うわー、わかんない、わかんない。マネージャーさんのくまちの好きなところ。あー、これは楽しみだ。そうですね。え、まず選択肢は？1位、かっこいい。2位、ストイック。3、面倒がいい。面倒がいい。面倒見がいい。え、どれだろう。見て、面倒見がいい。花咲いてるよ。これじゃん。え、多分それだ。面倒見がいいね。でもストイックになんかさ、赤線で、何が赤線でさ、試験出るじゃん。え、でもどれもいい。赤線ね。でもかっこいいは適当だろ。ね、なんかこんな丸いのついてるから。かっこいい。絶対下の2つのどっちかだよ。え、でも言っていい？この2つ合わせたら全部かっこよくない？確かに。え、なんか全部思ってるけど、特にって言うと、うん、なんかマネージャーさんは、まあ、クマチストイックだからねってよく言ってるから。ってなると、面倒見がいいのは、正直クマチだけじゃないね。多分このグループ。ふむ。さきらちゃんもやし、まあ、あの目の見られる側やけど、さきさんは、うんうんうん、どうしたんだよ、元気出せよ。俺は面倒見てる。面倒見てる、みんなの。うん、面倒見てるか、うん、じゃあみんな面倒見てるから、うん、ってなるとくまちだけじゃないから、うん、ってなったら多分一番ストイックな性格してるから。でもそれをもう、だってあの私が、うん、うん、ストイックではある。うん、ストイックだよ。私がくまちに最初会った時なんか言ってたよね、くまちってストイックだよねみたいな、真面目だよねみたいな言われたから、うん、え、でも最近みんなに真面目って言われるね。え、そう、真面目だよ、くまちは。え、これはじゃあストイックで。え、待って、これは選択問題あるあるの、これ全部パターンだと思う。てか全部パターンになってくれ。ごめん。全部パターンになってくれ。いや、全部やけど特にっていう面やろ。え、どう思う、さきなちゃん。最近くまちいつもなんだよね。面倒見いいのは大前提で、その上でもっとってなったらストイックやなって思う。めっちゃ笑ってるし、マネージャーさん。どう？じゃあ、かっこいいな。なんかちょっとコメント欄にも来てるんだけど、4で、お、4、走るのが早い。何それ？ないな。料理が美味しい。あ、いいね。料理がうまい。
で、ああ5来たかな、うん、これ5かもしれないよね。けどまだあのスタッフさんあの食べてないよね。うまっ。じゃあなんだろうね。適当か。じゃあ2番で、メンバーは2番でストイックで。そうだね、皆さんも投票お願いします。やっぱりくまちなんかあれやったもんね、ほんまにストイックやと思う。あれだってさ、最初のオーディションよりもさ10キロ何キロやったっけ落ちたって言ってたよ。10キロだからストイックって多分言われてると思う。思う。てかなんかさ、思う、すごいそのスタッフさんが特にストイックって言ってる気がするのよ、くまちと言えば。本当に、うん、嘘、聞いたことない。言ってるんだよ。じゃあこれさ、マネージャーさんが丸かバツか出しますよね。あ、なるほど。じゃあ書いてあるみたい。文字パターンですよ、はい、全部パターンで、はい、お願いします。え、じゃあみんな何番これ。2ストイックで。うん、2のストイックで。はい。え、ファンの方は、ファンの方も 2? あ、やっぱそうですよね、ストイック。ファンの方と考えが一緒です。何か正解はババン。何何え、でも笑ってるからさ、ニヤニヤしてるやろ、ニヤニヤしてる。ほらー、あ、でもいい答えだ。うーわうーわ、もう泣くから。だから、もういい、もう来て正解、来て正解。お、お誕生日プレゼント急だ、急だ。あ、カモだって。カモ、カモ、待って、原宿にあるカモ。ちょっと待って、ちょっとずっと欲しかったものなんだけど、ちょっと待って。カモだ。ちょ、あ、前に見せてって。はい。え、カモ、カモ、カモ。はい。こっち、前に来てって、くまち。どうぞ。あ、でもこれで。え、あの、サッカーのさ、うん、ブランド？え？あ、そういうこと？うん。あ、はい、かけて。っていうことは？なんだろう、サッカーボールでしょ。下下がって、しゃがんで。あ、ラウンジのポーズ。早く見せて、早く。待って、かっこいい、かっこいい、かわいい。何、見えない。たまだ。なるほど。え、母校だ。いいですね。母校の、え、サッカーボール、しかも、え、めっちゃ良かったね。いいね、めっちゃいいじゃん。最高。いただきましたよ。いただきましたよ。いただきましたよ。いいですね。やばい。いや、素晴らしい。え、超嬉しい。え、みんなでサッカーボールしようよ。サッカーじゃなくて。サッカーボールするんや。サッカーボールしよう。イエーイ、ありがとうございます。うん、え、最高。え、スパイクもね、あの、この前お家から届いたんで。うん。できちゃうね。いいですね。できちゃう。あの、やる、ユウも一緒に。お、うん。いいですね。キーパーやる。はい、じゃあお席に戻っていただいて。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あつつ、ちゃんと緑だね、緑だ、あ、ほんまよ、ほんとだ。だからコメント予防してる、コメントを読みましょう。はい、ということで読ませて、かっこいい。私からのコメント、冷蔵庫で冷やそうやって。なんで、なんでやねん。次、かっこいい、みんなかっこいいやって、リフティングしてやって、うん、いや、できるよ。けど、できるけど、下の人が怒らなければ大丈夫で、うんうん、あと頭でやればいいんじゃない。うまよ。え、リグ、ちょ、リグ、リグやろ。そうそうそう。できるけど、え、どれぐらい硬いん。硬いよ、結構。お、マジサッカーボールって感じ。めっ、これバスケできひんやつや。うん、うん、もり玉だ。玉だよ。危ない。すごいや。これで遊びたい、これで、ね、これでさ、あのさ、これでさ、リズムでフットサル踊ろうよ。やります。無理です。フットサルやりたい。フットサルって何かわからないけど、室内サッカーみたいな。そう、とりあえず冷蔵庫で冷やすよって、ね、すごい。巻き巻きさん、めっちゃ冷やしてるやん。絵がっぽくないけど、サッカーボールなんだ。うん、すごいかっこいいサッカーボール。あ、インテリアにもやさ、うん、ここに置いてくのとか。マジか、邪魔。でもこれ見ながらご飯食べようや。あー、間違えてる。くまちはサッカー少女なんだ。そうですよ、くまちサッカー少女です。そう、サッカーと柔道できますよ。リズムサッカー部なんでね。あ、サッカー部よろしくお願いします。両組の皆さん、ポジションは CB とか似合いそうやって。CB、 あ、CB が似合いそうやって。ネオネオさんがさ、寮ではやらないでねやって。やってるよ。寮ではやらないでね。そう。やったらダメなんや。寮組の皆さん、寝坊するとボール飛んできます。やばい、ほんまに嫌や。ほんまにかも。やばい、ちゃんとみんな起きようよ。やばい。そうだね。けど、あ、起きてるよ。サッカーボールの硬さ普通気にしない。え、でも、なんか体育でサッカーするってなったら、硬さ気にしません？
柔らかかったら跳ねないみたいな。みんなこうやって感じて、そうなんかこうやってやって、あ、これや、夢だ、それやってさ、で全部力強すぎて全部へこんじゃうんだよね。なんか言われてましたよ、さきなちゃん、さきなちゃん、あ、とミルクさんだ、さきなちゃん読む、読めない、ゆうゆうまとめる、読めてます、読めてますよ、さきなちゃん、ちゃんと誕生日おめでとう、ありがとう、ラブ&ピース、うまの家やって、ラブさん、ゆうちゃんボール蹴って壁穴開けないよ、開けないわ、お前開けちゃう、開けないわ、開けられちゃうよ、みんなで PK 対決したら面白そう、めっちゃ面白そう、ナナリンちゃんとなんか一応多いは多いからやってみたい、うん、PK わかる、うん、PK って乾杯、あ、ちょっと KP やん、サナちゃんクマチーやばいやんって、うん、シュート勝負みたいな、うん、ちょうどブルーロックのチーム人数やって、おお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 おイサギヨイチだ、イサギヨイチ、エゴさんじゃないですか、乾杯乾杯、なら私エゴさんで、ダメだよ、私がエゴさんで、やだ、クマチーで、クマチーはイサギヨイチカエラでしょ、 DF に、なら私バチェラ、なんで、バチェラ、私寝坊するとクマチーのシュートが飛んでくる、こわっ、いっちゃう怖いで、こわっ、やだよ、クマチーが寝坊したらみんなでその分、あ、いいね、こうやってボール投げるんだ、こわっ、やばい、これはサキナちゃんの、クマチーがもしそこで寝坊したら上からドーン、やばい、話しません話しません、18歳の目標だって、18歳の目標、健康に生きるかな、もうちょっと嫌や、なんかおばあちゃんみたいなこと言うよ、ちょっと嫌や、健康に楽しく頑張る、18歳の抱負、え、それ健康でもいいと思うよ、健康に楽しく、で、なんだろう、健康が一番、え、そうだよね、ご飯からしてさ、健康やもんな、うん、そうだよね、ご飯めっちゃ健康だよね、じゃあ今日の感想は、今日の感想どうでした今日、ケーキ美味しかったね、そこ、え、そこだよ、美味しかったよな、あのまずちょっとずれてんだよ、ダイエットしてて、そう、甘いものを食べれないからこそのケーキの美味しさはやばかったですね、マイクです、楽しかった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 、ちょっとみんなが何も当ててくれなかったのかな、え、ごめんね、当たったけど、当たったまとめると違った、そうこれからもっと知ってく、そう、これからもっと知っていきましょう、あの端から端まで、頭からつま先まで、うん、全部知ってく、知りたいと思います、みんなは今日はどうでした、知りたいと思う、楽しかったです、楽しかったですね、クラッカーが鳴らなくて汗、質問来た、もう聞いてくれない、何、今日の感想はどうでした、ごめん、誕生日みんなでいい、みんなで会えたこの幸せは限りなく深いです、あー、深いな、深い、限りなく深い、はい、はい、クマチのことをもっと知りたいなって思ったし、うん、それな、知ってください、あとこれからみんなの誕生日もこうやって祝えていけるのかなと思うと幸せでたまらないです、あー、いいですね、あー、いいよね、目線があざとい、はい、目線があざとい、はい、あいた、あれはあのですね、今日はすごく楽しかったですし、このクイズでん、あのクマチのことを知ることができたので、まあ寮に一緒にいることが長いので、うんうん、あのクマッキーのことを、うん、あのたくさん知りたいと思います、イエーイ、聞いちゃうけどね、全部飛び上がってた、全部上がってたと思います、はい、はい、次、はい、もうとにかくクイズ当てられなかったのが悔しいので、絶対にもっともっと知って、ファンの方もね、もちろんたくさんみんなのクマッキーのことを知って、これからもクマッキーを盛り上げていきましょう、今日のハッピーバースデーじゃあくまちを中心にバニ祭りのバニ祭の告知をしていただきたいと思います。明日だね。明日です。やばいよ。ね。はい、どうぞ。明日のくまちバニ祭の感想。感想？まだ終わってないんだ。終わってないね。明日は私の誕生日の次の日の初めての18歳の私が見れる。ライブなんですけども、楽しい、なんですけど、GoTo ミークで、しかも事前チケットが500円なので、すごい来やすいとも思うので絶対に見に来てください。あ、そして私と一緒にチキを取って、はい、あの誕生日っていうのをやってくださいね、はい、誕生日ってね、そう、誕生日って、
願いします。はい、明日もし来てくれる方はぜひ楽しみにしてください。何かあるかもしれないので、何かあるかもしれないので。さあちゃんがゲラでちょっとつぼって踊れる。違うね、これもさ、これもさ、何やろ、こっちがハッピーバースデーみたいになってる。ケーキ美味しかったね、みんな。虫んでるなんか。はい、じゃあ皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。誕生日おめでとう。